背中だな。どうも、エルザです。それではホライゾンゼロドーンやっていきたいと思います。さて、今回の公開収録なんですが、このシグマやっていこうかなと思います。で、これが無事クリアできれば、ちょっとサブクエして、あとでブーツをし、これをドラルに抱き帰るに違う。メイン進みたいね。どこかに。ああ、それで敵が多いのか。なるほど。痛いんだよね。おお、マジか。待て。はあ、強っ。お、レアが出た。なんかあるね。すごい扉。どうやって開ける？じゃあ開けちゃいましょう。すげえ。なんだろうな、とてつもなくやばい感じがするんだけど、おお、大量の資源。あ、しかもシャードも今あったね。鉄に光、まるでこの場所全体が巨大な機械の一部みたい。でも誰が作った？なんかレプリカント思い出すな。ニーヤね。落ちたら終わり。三角形のパイプみたいに、何のため？ここなら隠れることができるかも。隠れることは可能なんだけど、なんとかなった。こいつら部品を運んでいるのか。でもどこ？こっちも見えないんだよな。
マジでいけんだ。はい、もういい。マジか。あー、いや近接やっぱ強いな。こんなもんいないね。いいよね今のね。なんか一体いたような気がするんだけど。いないね。もう真っ暗で何もわからんわ。集めておこう。裂け目の近くのあれ、なんだろう。びっくりしたー。さあ、オーバーライドして。これは助かる。橋なんだ。換気口。ぐるって回ってきた感じか。お、あるね。すっごいね、これね。ん？この空飛ぶ機械が部品をあちこちに運んでいる。これでどこかに行けるかも。あれ、取れない。シャード。どうやって。あ、これでいいんだ。これ俺どこで降りんの。十分遠くまで乗せてくれた。ん？ん？勝手に降りるのか。あ、渡れない。
私は止められない。ああダメ、今のダメ。いやいやいや、マジか。ちなみに、いけないんだね。あーそっか。そうか。やめろマジで。なるほど。あーこれ大変だな。大量にいるね。ほら落ち着いて。下か。ね、今の。おお、ちょっとちょっとちょっと。急に来るな、あいつ。降りるか。まだまだ。なんかめんどくさいのいるぞ。なんか新しいのいるぞ。やべやべ、これはやばい、これはやばい、これはやばい、やっべー。痛い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 。痛い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 。かかりすぎなんだよね。はい。痛いねマジで。くー、待て待て待て。あー意味わからん。やれた。
さっきと一緒、結局。おお、めっちゃ近くいるじゃん。ほいっと、いい、一体それがマジで。ライトニングが今ガツンって言ってしまったけど、背中だな。あの手弱点か。はい、オッケー。動画として残してるのもちょっとそれあるもんね。どんな感じでプレイしてたかなみたいなね、ゲームは。あとは若干昔プレイしてた動画見るとあれーみたいなはあるな。おい、これ動かないよね。奥か。お宝、よし。いやでもな、こういうゲームはね、正直僕は昔は全然しなかったからね。なんかするゲームでもこう精神年齢変わってくる気がする。僕はできるだけ見た目もリアルな方が最近好きなんで。あれ、これ、宇宙から信号が飛んできている。これやばいんじゃない、もしかして。ボス戦とかそんな。そんなね。いや、めっちゃなんか危なかった。今めっちゃ動きそうな感じするじゃん。炎のベローバ動くんだ。あ、いやでも有効だからな。2体だけだよね。めっちゃいい、めっちゃいて、めっちゃいて、なになになに。あー、そういうことね。まさかの電気に当たっていてやつか。これ無理だな。痛い。いやー、それいいや、レアアイテムはないから。いいな、あれもらえるのかな。そんなことはないと思うんだけど。あ、 43% とか出たわ。さあ、差し込むぞ。確かに全部戦ってるやつ硬いね。いや絶対戦うやろこいつ。
はい、有効的から。ちょっと待った。うわ、思ったより動かねえ。やばい。ロープで止めて、やばいやばいやばい、やばい、ちょ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 、やっちゃ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 、あれ、はぁ、次よし、パーツ取れた。あっちー、やばいやばいやばい。まだまだ倒れない。ダメ、まだこれ倒れない。よし、やばい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 、あとは、火球飛ばしてきてんのか。弱点部位を狙うっていう意味ではちょっとモンハンに近いところあるよね。痛いっす。いか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 。今この野郎。
ほい。おお。あぶなー。うわあ。いやー、なかなか難しい。いやー、でも気持ちいいね、勝つとねー。これは安くない。これなかなかねいいゲームだよ。スキルの取り方で今スローモーションになるスキルとか取ってるんだけど、それやってもやっぱ簡単には勝てないもんな。強すぎるわ。あ、これか。よし。いろんな機関の情報が。これでオーバーライドできる。ああ、初オーバーライド。いやあ、いやあ、大変っすわ。あ、で、オーバーライド入手で、あー、はいはいはい。ソウルトゥースとか乗れるようになるんだ。めちゃくちゃいいね。いやーでもね、これ今、プレステ4だったらね、PS ストアとかで無料でゲットできるんで、もうぜひ、今だけだね。今期間限定だからね。よし、じゃあ一旦いいとこまで行ったんで、第8話はここで止めましょうか。で、ライブ見てる方は引き続き動画見てる方はここまでとなります。これすげえなー。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまったねー。